皆さんこんにちは。今日もとっても暑い一日になりました。今日から楽しいお盆休み、今日はスイカの名産地を聞いてみます。スイカの名産地、ミュージックオン。スイカの名産地もいろんな変奏で弾いてみるととても楽しいです。左手のヘ音記号が難しい、弾きにくい時は和音で弾いてみるのも楽しく弾ける奏法です。昨日もレッスンでお伝えしましたが、左手が難しい、ヘ音記号が読みにくい、そういう時は和音で弾いてみることも楽しく曲を演奏するコツです。ヘ音記号が難しい、ドレミの位置が難しい、それはとても残念なことですが、少しずつ独譜力を身につけて弾けるとどんどんピアノの腕は上がります。ヘ音記号で弾くのが難しい場合は和音で弾いてみる、これもとっても楽しい練習法の一つです。スイカの名産地でした。バイバーイ。つっつっ。